しています。最後の集中を高めているところですね。そうですね。最終グループの演技が始まります。ショートプログラム第1位、昨年の銀メダリスト、ロシアの17歳アカリーナ・サトニコワの名前がコールされました。最終グループの一番滑走です。コスチュームも変えてきましたね。そうですね。ね、綺麗なコスチュームですよね。アデリーナ・ソトニコはロシアの17歳。曲はサンサンスの序奏とロンドンカプリチオーソ。最初にトリプルトリプルのコンビネーションを用意しています。ルッツとノーループの予定です。ちょっと広がってしまいましたよね。
ロシアの17歳、昨年の銀メダリスト、アレリーナ・ソコニコワ選手でした。今日はとても彼女さん、良い出来だったんでしょうね。そうですね。最初のルッツだけですよね。はい、そうですね。でも、ショートの方が彼女になってるような気がして。そうですね。はい、なんかちょっとインパクトがこっちの方が好きだったなって感じを受けるんですけども、ね、どうでしょうね。そうですね、はい、うん、もうこの辺になるとそういうところまでが、そうですね、はい、採点に変わってきますからね、でも最後後半はこう盛り上げていく感じは上手でしたよね。テクニカルスコアは速報値で 63.96 になっています。彼女はルッツジャンプにはいいマークをつけられることも多い選手、今回もつけられていますね。アウトに向きってたように見えたんですけどね、やっぱりビデオ判定だったら、やっぱりちょっと敗因者だなと思いましたね。ここはトリプルトリプルの予定だったんですけれども、それは入りませんでした。しかしその他頑張ってましたね。そしてこのループがそうですね、捉えてますね。アンダーロケットでした。そして特徴のあるスピンを行っていました。でも他の要素はしっかりやれてますよね。素晴らしい、はい、ダブルアクセルトリプルとコンビネーションですし、はい、1位となっています。いい感じですね。そうですね。